オレンブルク航空、または JSC オレンエアは、ロシアオレンブルクのオレンブルク中央空港の敷地内に本社を置く航空会社であった。国内旅客便や包括旅行チャーター便を運航し、航空機使用事業や特別便の運航も行っていた。同社の本拠地はオレンブルク中央空港であり、ドモジェドボとオルスクにハブを置いていた。 ボーイング777から 200ER 同社は1932年に設立されたアエロフロートのオレンブルク部門から誕生した。1992年に現在の社名で運行を開始した。2010年、オレンエアはアエロフロートに買収されたが、その合併の結果として、保有機材の近代化プロセスに携わるとみられる。オレンエアは最近、 エール・オーストラルが1年間売却しようと努力していたエール・オーストラルの B777 から 200ERF オルンを取得した。2016年3月27日付でドンアビアと共にロシア航空に吸収合併されオレンエアとしての運航を終了した。オレンエアは以下のコードシェア契約を締結している。オレンブルク航空は以下の都市を発着する定期便を運航している。 同社は、火山、クラスのダール、ニジニノブゴロド、ノボシビルスク、オムスク、ロストフナ、ドヌ、サマーラ、シャルムエルシェイク、ウファ、ボルゴグラード、ゴア、ポプラトなどを発着するチャーター便も運航している。オレンエアの保有機材は、以下の通りである。セレメーチエボ国際空港へのショートファイナルにいる、オレンエアのボーイング737から8002012年12月時点で、 西側製のオレンエアの保有機材の平均使用年数は13.5年であった。2006年8月時点で同社は以下の機材も運行していた。ありがとうございます。